エースと、サボと、ルビーがね、この三人が揃うのすっげえ熱いじゃん。激熱。めっちゃ嬉しいんだけど、もうそれよりも何よりもレイリー。レイリーがついにワンピの身に来てしまったんだよ。奇跡ミラクルレベルマックス、ガイリチルガイリチルガイリ。まずは、これがルビーだな。いやもう、三人マジ嬉しいよね。ルビーとサボとエース。しかし、あとでガープもいんだよね、ガープ。あとロジャー。ロジャーもいるって、すごいラインナップになってるよ。第3回戦にしてさ。いや、まあ、でもまだエネルが来てないんだよな。いや、もう3ぐらいでエネル来るかなと思ったんだけどさ、エネルがまだ来ないんだよ。早くエネルゲット。で、今回のあの身の色はね、この色。まあ、オレンジっつうか、なんて言うんだろうね、これね。このなんか琥珀みたいな色の、アカリス守護と開けまして、ラインナップの紙を出して、ワンピの身、第3回戦ということで、第3弾のこのシリーズがやっと出たと。モンキー・ディ・ルフィ、ポートガス・ディ・エース、サボ。いや、最高だよね、この3人。そんで、レイリーですよ。シルバーズ・レイリー。いや、レイリー激アツだわ。マジ5体欲しい。最終的には5体狙いてえな、レイリー。で、モンキー・ディ・ガープ、じいちゃんに、ゴール・ディ・ロジャー。うわ、ロジャーも来てんだぜ、今回。それで、でね、びっくりしたのがさ、もうね、ここに出てるかわかんないんだけどさ、画像にエネルみたいなのいたんだよね。ワンピの身シリーズ続々と4回戦出るかな、第4回戦で。だからシレットみたいなね、エネル、絶対エネルだと思うんだけど、エネルみたいなの出てたから多分エネルも出ると思うんだよね。このシリーズの面白いところがさ、これなんだよね。このカプセル。昔のアイスのさ、メロンのね、アイスみたいなやつは半分になって、このカプセルがステージになってるから、このようにね、フィギュアをセッティングできると。まあもちろん悪魔の身でこうディスプレイすることもね、悪魔の身になるからこのカプセル、これでセッティングすることもできるんだけど、このようにフィギュアをセッティングし、さらに、このね、いろんな並びもできるということで。で、モンキー・ディ・ルフィ。おー、ルフィー、すげえ、今ルフィもやべえことになってるよな。まずね、このカプセルを身にしてみる。一応。毎回やってるけど、第1、第2回戦でも毎回やってる。同じようにこの身のフォルミ。これかわいいよね。ただね、このままだと下がね、この丸いから置けないから、飾るときはね、これ下取った方がいいんだよね。下のね、このパーツ取れるから、ここの、なんていうの、下の底面パーツっていうのかな、これ取れるから、まあ、こうすると底面、こう置くことができるんでね。ワンピの身。このカプセル、これがさ、悪魔の身になるのがいいよな。カプセルが、これが身になると、見た目はゴムゴムだけどね、色がなんかゴムゴムじゃない。色で。またそれも面白いかなと。まあ、あとでこれステージにするから、ここに置いとくけど、あとは、ルフィだよね。ルフィはね、この台座もあるから、この台座にセッティングする。で、その前に棒がね、この棒がある。どっちの方がいいかな。まあ、飛んでる感じになってるから、もうここにつけるか。こうちょっと浮かした方がいいかな。こんな感じで浮かして、ここにセッティングして、で、下に、この台座ね、俺、今まで待ち合わせたんだけど、これずっと。このこのまま飾るときは、台座で飾っていいんだけど、このように。で、カプセルの中に飾るときは、これ台座取るんだよね。俺、今まで台座のまま入れてたんだけど、このまま。でもね、違ってて、こうカプセルの中に飾るときは、この台座を取って、この身をね、分解して、もうこれ使わないので、分解して。でね、身のね、奥にね、穴がね、開いてるんだよ。あそこ、ここ。ここにセッティングするわけですよ、この。だから、一段下げた方がいいかな。あ、下げた方がいいね。ちょっと、高さがあるから、こっち、高さをね。台座使うときはこっちの高い方でいいと思うけど、中に入れるときは、こう低い方に変えてから刺せば、このようにね、セッティングできますよと。おー、できた。ずっとね、待ち合わせたんだよね。これコメントで教え、ありがとうみんな。この教えてくれてみんな。教えてくれんかった。俺ずっと待ち合わせたわ。このまま入れてたんだけど、これ間違ってて、ごめん、ちょっとぶっ飛んじゃった。このようにね、セッティングするのが正しいセッティング方法ということで、まずはルフィね。そしてこれがサボだよな。サボ。サボも、いやー嬉しいな、サボ。サボもさ、ゲットできる。最高だよね、ワンピの身で。サボをゲット。いやでも、俺やっぱエネルが一番楽しみなんだけどね。エネルがワンピの中で一番好きなキャラだからさ。あと、女の子でペローナが好きだから、ペローナも早くゲットしたいんだけど、とりあえず、エースと、サボと、ルビーでこのね、3連チャン揃え、おー、サボだ !3 連チャン揃えることができる。かっこいいなー。そう、しかもこのさ、格好のさ、サボだから、うわぁ、ちょっと待って。やばい。おー、最高サボ。すげえ嬉しくない？ワンピの、フィギュアもね、すごいクオリティ高いんだよね。このシリーズ。ほら、ペイント超綺麗じゃない？造形もいいけどさ、ペイントの綺麗さ。すげえ。こんな感じで、サボも身の方にね、セッティングして。あとは、
エースだね。エースのセッティングしたら、3兄弟がね、揃うと間違いねえよな。これエースだよな。もう帽子が見えるからね。エース、うわぁ、嬉しいな。エースゲットだわ。危険のエースで、ワンピの身で、ここにね、サボ、ルフィ、そしてエース、3人が、3兄弟が揃う。激アツじゃない今回の第3回戦。すげえ嬉しいよ。ダダーン。今日このワンピの身の中に、ささっ、エース、うわぁ、最高だわ。エースゲット降臨ねんだよ。めちゃくちゃ嬉しい。あ、たださ、エースさ、ここエフェクトパーツ、クリアパーツが良かったね。ここね、ここ炎のところ、このメラメラのパワーをさ、発揮してるここの部分。ここクリアパーツの方が、俺クリアパーツやっぱ、技はね、クリアパーツの方が好きなんだよね。だエネルもちょっと雷になって、ちょっとエフェクトになっててくれたらグラデですげえ嬉しいんだけど。まあ、とりあえず、エースゲット、炎ちょっとブラッってこう出してるね。エース。おぉ、かっこいい。クオリティやばいね。ルフィを上にして、下にエースとサボをセッティングした。これ、いや、たまらんくない？ステージ、ワンピの目のステージセッティングで、このようにルフィとサボとエースをディスプレイするとこんな感じになりますよということで。おぉ、揃ったね、3兄弟が。素晴らしい。なんか昔を思い出すね。これがまずロジャーだよね。ロジャーの顔が一瞬チラッと見える。これはロジャーだわ。間違いない。これがロジャーで、あとレイリーとガープもいるからね。すごい。すごいなぁ。おっさんレンジ。うわ、いや、いいね。ダンディズム。あふれ、あ、でけえわ。いや、すげえ重たい。作りめっちゃ細かくない？てか、もうロジャー来んだね。まだ第3弾なのに。第3回戦にしてもうロジャーが登場。うわ、まあ、ラスボスみたいな感じって、まあ、ラスボス、そんな、いや、違うけど、なんかすごい伝説的な感じだからさ、もっと最後の方に来てもいいような気がするけど、ロジャーがもう降臨っていうね。うわー、すげー。かっこいいな。ロジャーも漫画の中にね、結構昔のさ、回想シーンっていうか、で出てきたし、まあ、ね、どんな感じのキャラかわかるか、まあ、来てもいいのか、普通に。伝説的な、まあ、あれだけどさ、もう、この世の全てを置いてきたと。さあ、もう、その一言ね、もう、ね、大海賊時代がね、このロジャーで始まったって言ってもいいようなね。いや、素晴らしいね。そのロジャーの、ロジャーもミニ。代々セッティングしても全然かっこいいんだけど、台座に。俺、せっかくさ、ステージになるからさ、全部ミニセッティングしたいなと思ってて、下の方の棒に刺すんだ。違った。下の方の棒に刺して、ちょうどぴったり入る感じになるね。おー、かっこいい。ちょっと回っていくかな。こんな感じか。あ、こうだね。完璧。おぉ、ロジャーかっこいいな、やっぱ。オーラがあるね。ロジャー。めっちゃギリで入ったわ。もう今までのカイドウ、前回のカイドウとか全然入んねえと思ったらさ、台座取ったら入ったんだよね。マジ。ありがとうございます、教えてくれて。入んねえじゃん。ヤマトも入んなかったんだけど、第1弾の。あれも台座でしまってたから入んなかったんだよね。台座取ったら結構、ピッチピチだけど、ギリ入るんだよね。全部ちゃんと入るようになってるんでね。いやー、ロジャーかっこよかったね。これガープだよな。ちょっとすげえ見にくいけど、多分ガープ。海軍の制服が見える。白いね。海軍の制服が、多分ガープだと思うのだが、まあ、レイリー見ても、あ、そうだね。先見ても OK。正義。ジャスティス。ダダーン。ガープ。おお、ガープだ。あふれてる。ダメです。ガープ強えよな。俺ガープの戦闘めっちゃ、いや、すげえわ。ガープや、海軍の制服かっこいいよね。あ、正義の正義に穴が開いてる。なんか申し訳ない気持ちになるね。正義の正義に穴が。おー、じいちゃん来た、じいちゃん。こんないかついのがルフィのじいちゃんだからね。ルフィ。じいちゃんめっちゃでけえのに、ルフィそのでかくないっていうのが面白いよね。じいちゃんすげえでけえもんな。おそらくあれだわ、中にセッティングするときは全部下の、段の棒に刺すんだ。で、台座外に出すときはあっちに、あ、まあ、どっちもいいのか。まあ、それ自分でサイズ合わせてどっちでも、まあ、どっちかっていうのは決まってないと思うな。とりあえず、ガープね、セッティングすると、こんな感じ。いやー、ガープかっこいい。もうやべ、ガープもちょっとたくさん欲しくなったな。貫禄ある、おっさんキャラっていいよな。おっさんキャラかっこいいよな。ガープ、ロジャー。そしてレイリー。いや、今回、おっさんキャラがちょっと荒ぶっているわ。すげえ、揃ってきたなー。前回1段と2段全部積んでめっちゃ高く、すげえ高くなって、今回からもう積めないからね。
あれで限界、1段と2段で限界だったから、今回が積めないから氷セッティングしてないけど、今回で3段も積んだすごい高い、壁にセッティング押し付けてやれば大丈夫だからさ。そしてこれが最後に余ったのがもう確実にレイリー。もう最後だからね。なんか覗くまでもなく、これはレイリーです。うわぁ、レイリー嬉しいなぁ。ルビーとさ、レイリーの修行のシーンとかもう定期的に読んじゃうもんね。あそこすごい好きなんだよね。覇気の説明するとこあるじゃん、ルフィに。あ、めちゃくちゃいい。おぉ、こんな、新たな未知の力があったのか、みたいなね。いやー、素晴らしい。で、これが、その、レイリー。あと、旅立つ時のね、この、ルフィが旅立つ時のあのレイリーの、おぉ、いや、レイリーマジかっこよくない？もう、こういうジジイになりても、こういうジジイに。おぉ、おぉ、めっちゃかっこいいわ、レイリー。やっぱ今回のナンバーワンだぞ。レイリーは。レイリー今回のナンバーワン。レイリーはちょっと高めだから、この上の方がいいか。レイリーね、上の方に穴があるから、まあ、この上の方がいいわ。ミニセッティングするにしても、まあ、このぐらいの高さが欲しいから、上の方にセッティングして。いや、フィギュアによって違うんだね。高さのやつはね。まあ、どっちか使いなさいということが。いや、かっこよかったね、レイリーの。ほら、見て。レイリーの渋さ。うおーすげえな、レイリー。マジかっこいいわ。ちょっとあんまりね、登場してないんだけどね。もっとレイリー登場していいかな。レイリーもっと戦闘見ていいわ。ボルサリーノのね、受け止める。あ、すげえだったよね。ボルサリーノ、ロギアなのにさ、ガンってこう、受け止めているみたいな。すごかったよな。あの時まだ覇気とかね、しっかり説明されてなかったもんね。その後にルフィとのさ、クマにみんな飛ばされた後にさ、ルビーとの修行の時にさ、こう教えてくれるっていうね。いやー、素晴らしかったわ。あそこのシーンはすげー好き。やっぱ修行のシーンって面白いよね、基本的にね。ワンピースに限らずさ、ドラゴンボールもそうだけどさ、修行のシーンって自分もなんか、筋トレしたくなるから、なんか好きで、めっちゃ好き、そういうシーンがね。で、これが、レイリーであると、ダン。うわ、かっこいい。レイリーナンバーワンだ、マジで。うわ、これはかっこいいわ、渋いわ。いや、なんか、年取るのが楽しみになるよね。こういうジジイになれるんだったら。むしろ嬉しいよね、年取れんの。今の俺よりはるかにかっこいいもんな、このジジイ。すげえわ、こんななりたいような年取ったら。レイリー。すげえわ、これはかっこいい。最高だった。今回のナンバーワン、レイリーである。で、最後にちょっと、立ててみようかな。せっかくだからさ、高く積んでみるっていう。このシリーズのね、いいところだから、ね、こう積んでいけるっていうのが。高いねー、タワーだね。ワンピのミタワー。ちょっとね、倒れるからデスピーの力借りたけど。すまん、デスピー。ありがとう、デスピー。ちょっと倒れるからデスピーの力。上のね、この3人重たいんだわ。すげえ重たいからぐるぐるして倒れちゃうから。下の、いや、ほんと、じじ、おっさんたちすごいね。でかいんだよね、作りがね。重たいんだよ。レイリー、ガープル。いやー、この3人やばいね。こっち若い3人も熱いけど。いや、もう渋いおっさんダンディズムの3人中が熱かったな。特にレイリー見て、一番上のレイリー。おほほほ。レイリーたまらんかっこいいよ。いや、すげえわ、レイリー。絶対あと4体ゲットしなきゃ、5体は欲しいね。このワンピの実のレイリーは、最高にかっこよかった。ということで、今回は、ワンピの実の第3弾のね、タイプレビュー動画でした。みんなもぜひ、ゲットして、こう積んでみて、自分の好きなキャラを一番上にこうセッティングしたり、まあ、どうでもいいよね。これいろんな形でセッティングできるから自分の好きなようにセッティングしてみてくださいということで、また次回、第4回戦だからね。次回こそヘネに来るかな。もうラインナップ出てるのかな。あ、ちょっと見てみる。ラインナップ出てるか。あー、もう予約やってるわ。第4回戦のコンプリートセットの予約。やってる。早いね。もうやってんだ。ただね、あ、メンツ出てるわ。今回のカプセルカラーは、あ、ブルーだって。青いカラーになって、これだのパープルと、赤とオレンジと、次回ブルーか。だよね、この4色になるんだよね。で、うわ、白ひげ来るわ。白ひげと、マルコとシャンクスと、バギーとイゾーと、オッケー。あ、さっき出てたやつらだ。さっき壁に出てたこいつら来るんだ。ほら。さっき出てたもんね。白ひげとか、マルコも出てたし、イゾーも。あ、そういうことね。大きく、和の国から大きくも入ってるもん。まあ、兄弟だもんね、伊蔵とね。大きく兄弟だから。そういうことか。うわぁ、まだ来ないのか、エネル。エネルギー作るんだ。俺、シルエットみたいなの見たんだけどな。
いや、見たら本当にあったの。ワンピの実だと思うんだけど。まあでもね、続々登場予定で書いてるから、いつか出るでしょうということで、ペローナもね、いつか来ることを願って、ペローナとエネルね。いやー、すげー楽しみだな。それで、あ、つう予約しちゃうか、もう。予約できるわ、第4回戦。早いね。ちょっとは高くなっていると思うけど、まあしょうがないから6、5、6、30、3000円がだいたい5000円くらいになるんだよね。全部俺もこれコンプセット買ったんだけど、だいたい俺6000くらいだったかな、買ったんだよ。で、1回500円だから、コンプリート、被りなしにコンプできたら、1000円、2000円、3000円じゃん。3000円だけど、だいたい5000円から6000円くらいになるんだよね。コンプセットネットで買うとね。ガチャでやったらさ、めちゃめちゃ被ったりもするんだけど、レイリーだったら被っても大歓迎だから、ガチャでやって、レイリー被りまくって、電子コンプでも全然 OK なんだよね。まあ、確実にコンプしたい人は、コンプセット買ってもいいと思うけど、ちょっと割高になりますよ、ということでね。いやー、楽しみだな、第4回戦も。でも、第5回戦あたりか、エネリックのちょっとそっちの方が楽しみになってきたわ。次回のメンツもバーってからね。次回はこの白ひげのビッグボディが、楽しいかな、一番。早く見たいな、ビッグボディ。白ひげの、ここに入れたいわ。おっさんたちの高い、おっさんコレクションにしたいね。いや、めっちゃ楽しみ、白ひげ。早く見たい。